ではお腹すいたので夜飯を食べに、近くにあるロックというお店に入ります。ビールね、飲み比べしたいんですけど、この後バーも行きたいんで、ここで酔っちゃうとあれなんで、先ほどのやつがね、S なんですけど、サイズ。おすすめビール300円で、結構量あってね、美味しいですよ。料理来ました。フライドチキンとオニオングラタンスープなんですけど、これ画面で見てるよりね、全然大きいです。金額も結構高いなと思ってたんですけど、これはね、そんくらいしますね。普通にでかいもん。こちらがグラタントースト、これもね結構大きいです。で、カレーのレギュラーかな、レギュラーをこれみんなで分ける感じなんですけど、普通にやっぱり量多いです。これはね、来てよかったです。これ本当にしかもね、美味しいです。全部今のところ本当美味しい。ごちそうさまでした。うまかった、うまかったです。ここは本当にね、あの評価がいいだけあります。カップルからファミリー、グループ、非常におすすめですね。で、まあ本当にこのね、ウォールデンさんに泊まれるんだったら泊まってね、ここ晩飯で、来るのはおすすめですね。では一旦宿に戻ります。部屋に着きました。いやー、お腹いっぱいですね。このまんまだと寝そうなので、みんなでバーに行くことにしました。なんかすごい雰囲気のバーが併設されてるのかな、わからないですけど、行ってみます。モスコミュールかな、モスコミュールですね。グラス見てください。すっごい飲み口が薄いグラスで、ごちそうさまでした。行ってよかった。まだ9時前とかなんですけど、時間は我々が出る前ぐらいにはもうほぼ満席にはなってましたね。あんなこう大人な雰囲気を
味わえるとは思ってもおりませんでした。最高の時間でしたよ、本当に。なんと私、ほろ酔いでベッドに横になっていたら2時間ほど寝てしまいました、チャーシュー。お風呂も入って最後に一杯だけこだわりレモンサワーをいただいて寝ようかと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。現在朝8時でございます。チェックアウトが嬉しいことに11時ということで、9時からそして、朝食をいただきに行きます。急いで準備しないとまずいです。これごちそうさまでした。いや全部美味しかった。全てに手が込まれている感じでしたよ。ジャムもね、バターもパンもヨーグルトもジュースも美味しかったし、ベックエネディクトもうすっごい、あれは写真に載ってたんですけどね、すっごい美味しかった。じゃあチェックアウトの準備しますか。では、チェックアウトしまーす。チェックアウトして、萌木の村を、また散歩します。昨日あまり時間がなかったんで、お土産も買えなかったんで、また散歩しまーす。いい雰囲気ねー。なんでしょう、この落ち着く雰囲気は。すごく気持ちいいですね。標高が高いこともあって空気も美味しいし、落ち着く。昨日来れなかった場所ですね。これはお土産屋さんがいくつか点々とあるのかな。昨日来た広場ですね。なんかお店もこれやってるところとやってないところがありそうっていうかすっごい寂しい。お土産買ってきました。ほとんどお店がお休みだったんですけど、オルゴール博物館が開いててよかったですわ。それでですね、もう萌木の村を出てですね、またどっか一泊して仕事しようかなっていう感じもあるんですけれども、軽くドライブ、します。本当にね、萌木の村よかったです、来て。なかなかね、行きたいなと思っていながらも来る機会がなくて、来てみたものの、すごい雰囲気。なんか夢の中にいたような、もう表現がね、あれですけど、ほんとすごかった。バーも、朝食も良かったし、宿の雰囲気、萌木の村の雰囲気すべて、良かったです、ここは。ぜひぜひ、来てみてください。本当に来てみてください。素晴らしいところです。というわけで今回の動画はこちらで終了とさせていただきます。よかったらですね、チャンネル登録、高評価、していただけたら、非常に嬉しい。です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。もう
着きました。これはねすごいですよ、ここ。入った瞬間から、やはり